ちは。こんにちは。今日は回してくれよ。はい。この前ふん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 聞いて嬉しいこと悲しいこと俺はお前一人喋りになってたからすっかり楽しんじゃってたまになっちゃうんですよ。なんか豊さんの話ただただ聞き入るみたいな。いやいや俺はもうその先に行けんがな聞いてくれないと。すいません、はい、今日は盗塁について。お、聞きたいの。そう、はい、なんか興味あるの。あります、あります。女性でもあります、あります。本当、うん、どういうことに興味がある盗塁の。でやっぱり盗塁でなんか足が速い、うん、たくさんいるじゃないですか、うん、盗塁を取った人、うん、その中でも何がずば抜けてればトップになれるのかしら。まあ足が遅い人でも盗塁ができるっていうのはもうフライングだよね。フライング、フライングができるかどうか、スタートが速いかどうか。そう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 。あ、だフライングと、まあ、大体足の遅い選手ってさバッテリーも無警戒になってるから。あ、そっか。意外とクイックを使いながらでもタイムを測ってみると、うん、本当に足の速い人と遅い人だと、うん、やっぱクイックの速さもちょっと変わってるんだよ。へー。だから走れるんだよ、はいはい、でもその走れるにはやっぱチームとして打ち出さなきゃいけないことがあるんだよ、うん、今年は例えば走塁に力を入れるっていう。あ、でね、はいはいはい、まあ、例えばさ、うん、こう一塁ベースがあってまあなんていうの、人工芝だとこうやって暗通過がこうやってあるんだよね、うんうんうん、ね。で足の遅い人ってここら辺までしかリードしないわけ。はい。で足の速いやつっていうのはここまでリードするわけよ。あ、ね、あ、戻れるから。戻れるから、リードしても、うん、はいはい。そしたらこのリードでこんなリードじゃ走れないよね、いくらフライングしたって。うんうんうん、うん、ね。だから走塁に対してちょっと意識革命しますみたいな、うんうん、それ打ち出しといて、はいはい、まあとりあえず足の遅い人でもまあここら辺まで行けるでしょ絶対に、ね、うん、そしたらこっからフライングをする。例えばピッチャーを変わって動く前にスルスルっとスタートしたら大体投げるんだよホーム、うん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 、よっぽど早く投げれば、はいはい、ね、うん、そしたら成功率っていうのは 80% 以上はいける。へえ。でももったいないんだよ。プロ野球選手で足が遅いってたって盗塁が1個もできない人なんて絶対いない。え、どんな人でも、どんな人でも体格が良くても。そうだな、昔里崎っていうのがいたけどあれは無理かも分からんけど。里崎さんの盗塁って。いや俺6個もしてますからいたんかい6個。いたんかい6個も、うん、嘘。それは、いや、いやだからピッチャーがこうやって構えて大体ね、無警戒の人の時ってリズムって大体一緒になるんだよ。うん、例えばセットに入って1秒でこう足が上がる、うん、ね。でも足の速いランナーだとこうやってこう首で牽制したりしてみせたりだとか、まあ1秒で持ったりだとか2秒かかったりだとか投げるのにね。だからそういうのでリズムを変えてくるわけよ。でも遅い人っていうのはだいたい一定のリズムでホームに行く。そのリズムさえこの足の遅いランナーが掴んでるとスルッといける。あ、だから昔で言えば田代さんっていうおばきゅうって言われた人がいるのね、はいはい、ホームランバッターが、はい、その人がうまかった。この無警戒の時はスルスルーっと走ってた。だからもうセカンド行った時にはスライディングがいらないぐらいに到達してる。そんな余裕があったんですか。余裕がある。へー。だからもったいないんだよ。ただそれはチームがちょっと急にリードが大きくなったらキャッチャーだってこうやって見てるから、あれちょっとリード大きいから一回牽制入れようと、入れようとか入れられると、足の遅い選手は、ね、戻るの、ちょっと戻るんだよ、はいはい、リードが広くならないんだよ、ね、はい、だから今年はもうちゃんとリードもさせます、ね、まあ、走塁にも力入れますっていう方針を打ち出しとけば、遅い人がリードを大きく取ったって、ああ、まあそういう方針の中でやってるだけなんだろうなっていう心理が働くんだよ。そっか、そこまで警戒しなくてもいいかと。そうそうそう、いやいや、まあ どっちみちやらされてるんだろうっていうリードになるわけ、はあはあはあね、だからそういうチーム方針を打ち出したらおそらくリードも大きくなり、走る確率、走って成功する確率が遅い選手でも、うん、高くなるという、できるということだよね。意外とじゃあこうあんまり知られてないけどこのリードが上手くて、うん、たまにスルッと盗塁する選手って誰ですか。
昔だったら広沢なんかうまかったよね。広沢選手、うん、広沢ってガタイがでかくてさ、はいはい、なんか走りそうもないんだけど、そういう隙をついてくるのはうまい選手だった。へえ。あと元木、ああ元巨人、うん、はいはい、足が遅いって言われてる、もう定評がある選手だったのね、うん、でも走塁に関しては抜群にうまかった。へえ。だからそういう心理を分かってんだ。はいはいはい。だからスタート時、だから俺らみたいなさ、スーパーカートリーなんか言われたら絶対走ってくるじゃん。そうですよね。だから牽制は何回もされる、うん、はい、そうなってくるとリードの幅も変えちゃいけないし、うんうんうん、まあ、戻ることも、気をつけなきゃいけないし、ただね、この戻るっていう感覚、こっちは進む、走るっていう感覚だよね、はいはい、でもリードを大きく取ってどういう感覚が必要かというと、こっちにも走るという感覚で戻るとアウトにならない。あ、戻るという感覚であれすると遅くなる、うんうん、こっちはセーブになりたいから全力走る、全力っていう感覚があるでしょ、うん、はい、だから感覚的に牽制されたらこっちに走るっていう感覚を持つと気流も速くなる。なるほど。だこの感覚を持てる人っていうのは少ないんだよ。こっちに走るという感覚、意識がこっちに向いてると、そうそうそう、そうこっちには走るんだけど、うん、こっちには走れない、こっちは戻るっていう感覚だから、あの感覚的には一緒、こっちに走る、こっちに走る、まあ例えば練習方法であるんだけど、まあ例えばね、開いた方に手を挙げて、開いたの方の手を、そう、そういう感覚なんだよ。反射？だから牽制だとこっちに走る、うん、ね、反射の問題だから、はいはい、だからそういう感覚で練習をしとくといいと思う。だから最初練習するときにこれヘッドスライディングで戻るとかじゃなくて、こっちに走るっていう感覚を身につけさせると意外に。へー。で、俺のリード幅っていうのは5歩半。5歩半、うん、ここから、うん、だからまあここはベースあるよね、はい、だ1歩、2歩、3歩、4歩、5歩半。おかしい、ちょっとこの書き方半分は分かんないよね5歩半と、はいはい、まあこれが小さいからちょっとあれだけど、うん、5歩半でこっちに走る一歩を出してヘッドスライディングするとちょうど指先というかがベースに来るっていう感覚だ。それをもだから身長が高ければ高い人ほど俺はリードができるということで。そうか、そうですね、まあ、反射の問題もあるけど、うん、そのセンチの問題から言うと、はいはいはい、だから俺は5歩半でやってた。へえ。それは変えずに。それは変えない、はいはい、5歩半で、はい、ただ牽制がめちゃくちゃ下手だなっていうのは6歩取ってる時ある。ああ、その時によって、バッテリーによって、うんうん、で牽制がめちゃくちゃうまいなっていうやつは、はい、5歩と4分の1。すごい細かい、うん、だからそのちょっとでも違うと全然違うから、ここに走って戻るのには。だからそういう感覚で自分のその幅とか反射だとか、そういうのを分かってると、このリードに対しては楽になる、うん、へー。じゃあ自分の身長と瞬発力が照らし合わせて何歩ぐらいかなっていうのを常に考えながらやれば割といい、うんうん、割と平均的にしっかりしたリードがどこでも取れるという。へで戻る時のコツなんだけど、まあ、こうやって足があってこう出る人がいるんだよね、ベースに対して。右足からってことですか。だから遠回りする人が、はいはい、これをやっぱキレよく直線的にこう、まあ、戻るというか走ってこれる人がリードをもっと取れるということで。だからこういう練習もしなきゃ、だから膨らまないように戻る。どうやるんですかそれ、戻るの。左から出す。え、左、こっちの足から出すとか。だからこういう風に体を使うと遠回りするでしょ、うんはい、直線的にこっちの右肩をベースに向けるぐらいの感じ。あ、そうか。そしたら直線的に戻れるという。なるほど。だからこれができるようになってくると盗塁っていうのは一つの安心感が生まれる。走りにしても戻りにしても、まあ、戻るっていう感覚じゃなくて走るという感覚になってくるとリードも楽になるし、スタートも楽になってくる。なるほど、うん、戻るスキルも大事だってことですね。戻るスキルが大事。
だから戻ることに自信がないと、やっぱスタートなんて切れないよ。不安。不安でしょ、はいはい、だから、戻るにしてもこう遠回りするんじゃなくて直線的に戻ってくる。それをそのコツは右肩が向くまで我慢するということね。なるほどなるほど。右肩が中途半端に向いてこう足を蹴ろうとするとこういうふうな蛇行するからロスですね。ロスする、うん、だから直線的にこっちに走るという。なるほど。だそういうことができるようになってくるといよいよ今度スタートということだよね。スタート、うん、だからピッチャーのどこを見るかとか、はい、どこを盗むかとか、それ知りたい。キャッチャーを、うん、のどこを見るとか、どこがポイントなんですか。一番はポイントはピッチャーがこういて、まあ例えばこう足があるよね、はい、足を見る人、うん、ね、はい、首を見る人、首、うん、首がこうあって首でリズムを取る人、あでこの肘を見る人っているんだけど、はいはい、この3つあと腰もあるんだけどさ、だいたい第一動作っていうのはここら辺に出てくるんだよ。へえ、どんなピッチャーでも。例えばこうやってやって顎と同時に足が上がる人、はいはいはい、顎が先に上がって上がる人、肘が上がって足が上がる人はい、はい、反動でね、はい、反動使わないと足が上げれないとかさ、うん、そういう人がいるから必ず第一動作っていうのがあるんだよ。第一動作、動作があるんだよ、はい、だからそこがどこなのかということをポイントを見つける。それピッチャーによってもちろん違うし、全然違う、球種によっても違います、ね。まあ、例えば巨人の桑田っていうのは、はい、こうやって構えて肘から上がるんだよ、はい、こうやって構えて背中越しに肘を見てると肘から動いて足が上がる。だどっちが速いかというと肘なんだよ。それはどんな球種でも、どんな球種でも。じゃあ肘が上がればいける。いける。へえ。で牽制の時は肘が上がらないんだよ、このまま来るんだよ。ああ。だから、怖い。だからずっと見てて肘を見てる。で若いピッチャーっていうのは、若いピッチャーっていうのはキャッチャーが牽制しろっていうことのサインがあるんだよね、うんうんうん、そのサインがないと投げてこないんだよ、牽制を。なんでですかそれは。それ、キャッチャーに指示されてるから。へえ。だそういうキャッチャー、牽制する余裕もあんまないんだよね。ないんですね、まだ。ということは塁に出てキャッチャーのサインをこうやってピッチャーの方向に顔を向けといて目だけキャッチャーを見る。サインを見る。サインを見る。で見えなかったらリードしてセットに入るときにキャッチャーを見る、うんうんうん、そしたら牽制の時はほとんどコースに構えないんだよ。牽制するから、だいたい真ん中にポンとボーっと構えてるんだ。あ、そしたら牽制だなって、はい、すごい。しっかりコースにこうやってセットに入ろうとした時にキャッチャーがちゃんと動いてパッてインサイドとかにバッターの構えると、あ、牽制ないって思う。なるほど、うん、それって今もそうですね。プロ野球の世界ではそうです、ね、今もそういう風なことはやってると思う。今度見てみよう。で、世界の福本さんね、はい、で、盗塁のことを俺オールスターに初めて出た時に福本さんに盗塁の技術を教えてもらおうと思って聞いたの。そしたら目ん玉見とけって。誰の？ピッチャーの。え？見えます？こうやってランナーを見てるかもわかんないけど投げる時はこのまま上がらないって言うんだよ。必ずホームを見てピッチャーを投げるって言うんだよ。だから目ん玉が動いた瞬間に行けって。細かい。でも俺は面談は見えたことがない。そうですよね。見えないよ見えないよ面談なんて。でも福本さんにはもうそれ衝撃的だったよ。面談見ろって言われたの。左ピッチャーだと見えますけど、うん、左ピッチャーの時はな、うん、目と目が合うんだよとか思うんだよ。がっつりやってがっつりやる。だから左ピッチャーは目で抑えるというランナーを。ああ、
こう威嚇し合う。行くぞみたいな顔して、ええー、みたいな、見んなよみたいな。いや結構怖いですね、こう 目が中でスタート切る勇気って。でも広島の大野さんは目と目があって、その見つめ合う時間が 長かったら、うん、だいたいホーム行ってた。ホームに投げてた。長いとだからじっくり抑えられたって思うんじゃないの。はあ、面白い。面白いでしょ。そういう駆け引き。でもそれが短い時はこうやってちょっと動いたりとか、なんか流し目でこうやって見る時は牽制があった。へー、まあ、そういう癖もあるよね。あー面白い。まあそういうので、うん、こうまあ盗塁っていうのは走り出すと。もう時間？もう時間ですよ、ね、なるほど。まあ福本さんの目ん玉見れる人は、うん、おそらく1000個以上できると思う。そうですね、うん、細かい動きを。目ん玉だよ、黒目だよ、動いたみたいな。しかもいや俺もやったことあるけど全く見えない。いや目の大きさによってね、うん、ちっちゃい人もうね野村なんか絶対無理笑っちゃいけない。